あっちに行くことは確定なんですがね、これ滝見橋にね、なんか滝が良さげに見えるっていうね、ちょっと滝だけ見物して行きましょう。いや、本当至る所に座るとこありますね。ちょっとこれは汚れててよく見えないな。まあいいや、とにかく行ってみよう。お、吊り橋だよ、吊り橋。しかもね、この路面は木ですよ。そんな古いもんじゃないですね。おお、いい感じだ。涼しげだな、ほんとな。うん、ちょっとね、カメラの露出の都合で潰れちゃって見えないかもしれませんけどね、肉眼だといい感じに見えてるんですよ。まあでもね、この音のね、涼しさは伝わってると思いますよ。で、これ反対側はどうなんだ。あ、もうすっかり草が茂って、川もが、見えないね。ちょっとだけあそこであるか。よし、それじゃ戻りますか。いや、いい音だな。この分岐からね、ブナの道と言われる方、こっち通って行きましょう。将軍社の地図だと、なんか沢沿いのね、涼しげな道っていうね、そういう注意書きもあったんで良さそうですよ。あ、ここからもうついにね、木のチップの細輪割ってって言っても全然いいですよ。これも石畳ですからね。あそこのね、分岐からね、ちょっと来たら、また休憩所ですよ。まあどんなもんか偵察してみましょう。お、いい感じの日陰ですね。いや、本当、いや高尾山よりいいかもしれないですよ。本当にあちこち休憩設備はあるしね、そんなに人も多くないしね。ようやくね、ここら辺から本番って感じですよ。やっと山らしくなってきたな。でも山にしては全然いい階段ですよ。でもこのね、石段もこの先行くとね、これが徐々に崩れていってね、結局はね、ガレ場になっちゃうなって、そんなパターンじゃねえかななんて思ってるんですけどね。いい感じの橋だな。なるほど、確かにね、沢沿いの道ですね。これをじゃあ行くのかな。ここにまた分岐がありますが、そうですね、ブナの道、じゃあこっちだな。あ、結局こういうことになるんだね。まあ山だよ、山。今までの道がね、甘すぎたんでね、まだ体の方がね、完全に登山モードになってないんですよね。まだ3、4割って感じですよ。で、このね、坂に来るともう体温上がってしょうがねえなってね。まあ、今日は水ね、3.5 リットルってもまあ、ウーロン茶と緑茶で 3.5 リットル。で、さっきね、駐車場、都民の森のね、駐車場の自販機で500買ったから、なんだかんだで4リットルか。まあ、そのうちの500はね、電車の中で握り飯と一緒に飲んじゃったんですけどね。まあ、それぐらいあれば足りるかなってとこですね。ここも潤いだよ、潤い。ねえ。これがね、本当に山肌からバーって出てるんだったら、まあ、それこそ飲んでも大丈夫かと思うんですけどね、ちょっと地面張ってる水ですからね。まあ、顔やね、手を洗うぐらいなら大丈夫でしょう。あ、潤いの道だ。じゃ、この沢伝いにね、登っていくってことかな。だいぶね、苔が生えてて自然なんですけどね、道の方にも苔が生えてるんですけど、よく見たらこれね、人工的にね、整備されてる道ですよね。荒っぽいですけどね。でもこうね、苔むしって時代がついてくると、なんか自然によく馴染んできますね。おや、ここにまた沢を渡って向こう岸か。いや、これは面白いね。いい具合にね、石段がずっと整備されてますよ。
上がりにくいかなとちょっと見た目見えるんですけどね。でも一段一段の高さが割とね平均してるんで登りやすいですね。二等山というか、まあ、この道ですか、あんまりきつくないようですね。いや下ってくる人のね足元見るとねガチな登山靴っていう人がいないんですよね。まあさすがに革靴はいないですけどね、普通に運動靴なんですよね。この先かなと思ったらここでねまた洗い腰のごとく沢を渡って、いや見事な人工物ですね。本当に整備されすぎですね。人工物の感じは、まあ、展望台か1200メートル、水戸様だと300メートルちょいか。どんな感じで見えるんだ。まあ茂ってますね。本当に座るとこにはことを書きませんね。ただ座るとき注意しないとね、このね木の中に作ってるねダニみたいな虫にね太もも噛まれたりしますんでね、まあズボン履いてりゃいいんですけどね、スカートの人は要注意ですよ。生足だとね噛まれたりよくあります。現在地、まだまだだな。こっちは関係ないよな。よし、ブナの道。あ、分岐はね本当分岐多いね。まあこれはね左に行きますけどね。都民の森ってね本当にこうやってあちこちしっかり整備されてるから地図なしでもなんてね思っちゃいそうですけどね、本当に細かい道が多いですね。まあ、少なくともねあの駐車場のあたりのねここに確かこの都民の森のパンフレット置いてあるんですよ。まあ、それを見てねこの地図代わりとかしないと最低限ダメですね。地図なしでね縦札のだけで行こうって言ったら、まあ、縦札見落として変なとこ迷い込んでしたら、これでも立派な山ですからね。本当に都民の森で遭難なんてちょっとシャレにならんすよ。丸木橋じゃないよな。これはね単なる倒木ですね。まあ、こうかかってるとね本当に橋に見えちゃいますよ。まあ、道はね相変わらずこうやってまっすぐに石のね段がついてますよ。でもこれになるとねなんか石段も崩れて単なるねガレ場っぽくなってきましたね。いや森の中って風通らないですね。一応ね沢沿いにね下の方から風が上がってくんでね、ってことはね登ってると相殺されて全然ね風が受けないんでね、追い風なんで涼しくないですよね。まあ、とにかく休み休み行きましょう。じゃあまずは緑茶ですよ。この前ねオールウーロン茶でねちょっとね渋すぎて胃の方がねほんとちょっと食事できないほどにねなんつうかねこの疲れちゃいましたからね、まずはね緑茶ですよ。 やはり本当に夏の山はね時々こう休んでね冷まし行かないとダメです。熱中症になっちゃいますからね。もうその気になるにはそこら辺でねこの顔とかつけてねこの体冷やすってのもありですね。ちょ今日化粧してるんでなんですけどね、ちなみに今日はねつけまつげつけてないです。いや夏の登山でねつけまつげつけてると結局はねノリがね耐えられなくてねポロッと取れちゃうんで、ね、今日は最初からなしですよ。でこれねこの沢の水ねこれ帽子とかかぶってる人はね帽子をね水に濡らしてかぶると結構違うんですよ。私もね昔こういったね夏のカンカン照りの中街中歩き回る仕事をしてましたからね、そういった時にねこの帽子を公園のね水道で濡らしてねかぶるとね結構それで違うんですよ。まあこうやって水があるならそういった手が使えますね。生え出てきたな、目まとい場合これはしょうがないです。もう夏の風物詩ですね。じゃあね、まあ、またぼちぼち行きましょう。こうやってちょっと石がゴロゴロだとちょっとルートが分かりづらいですね。いや どれがどのね石なんだかってね、まあこれはね、まあ、こっちにこう、あこっからガンガン上がっていくのか、沢からここから外れちゃうのか、まあ、それはそれでしょうがないよな、そういう道なんですからね。ここから急になってくるな。この涼しい感じともお別れか、残念。この縦札によると沢なくなっちゃうんですね。もう伏流水になってこの水石の中を通っちゃってわけですから、そういやねこの正面にもまた沢っぽいのありますけどね、
そうか、もうこの下を流れちゃってるんだな。まあ一応これでもまた、あ、こうやって来てんだな。なんだかんだまた沢沿いになるのか、伏流水になっちゃってはいますが、沢沿いに行くかなと思ったら、いや、これこっち行くんか。いや、これガン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 、これは上りですね。地図と植物案内ですか。いろいろと生えてますね。いや、まだ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 ですよ。本当に道もどん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 荒れてきましたね。やっぱりこうなるんですよね。登るにつれてね、どんどん山が濃くなってきてますよ。ちなみに今日はね、ワイヤーマイク使っておりません。というか、ちょっと山じゃ使えないですね。かさばるしね、変なとこに引っかかってね、このマイクが落ちちゃったり、あるいはそれでね、転落滑落とか自分自身しちゃうんでね、ちょっと難しいなって感じですね。山でワイヤーマイク使うのはね。いや、しかしここら辺まで来るとね、まあ涼しいですね。それはね、それでゆえね、こうやってね、こんなね、真夏のね、ふもと23区じゃね、熱中症危険だ、運動するな、外出るなってところでも登れるんですよね。それはさっきの展望台で1200メートルあったから、もうそれ超えてますからね。でも見ての通り、暑いは暑いですよ。夏ですからね。いや、風が吹かないんですよね。いや、こう立ち止まっていればね、後ろから風が来るんですけどね、もう進んでると相殺されて熱気がね、この体から飛んでくれないんですよね。あ、湧き水だ。新鮮な水がね、こっから出てますよ。ちょっと触ってみよう。ほら、氷つ冷て、いやいや、素晴らしい。ちょっとこれ缶がね、これちょっと汚いんで、飲むのは大変ですよ。度胸いりますよ。竹ですね、これ。竹の缶だわ。あ、ちょっと飲むのはな。でもこう、触ったり、顔洗ったり、こりゃ、生き返りますね。だいぶ、本当に、道は荒れてきましたけどね。でもこれはね、整備した上で荒れてますよね。どう見てもこれは、ね、人工物ですからね、この石垣といいね。なんとなく石段も積んであるって感じですからね。まあ、ここまで来るとそんな丁寧に作業もできなくなっちゃうか、あるいは丁寧にやったとてね、もう長い年月の間徐々にね、崩れちゃってこうなっちゃうんでしょうね。なんか空の方もね、だいぶこう透けてるんでね、なんか頂上なりね、楽な尾根なり出てもいいと思うんだけどね。なんだかんだね、沢の脇を歩いたりね、この渡ったりでなんか沢のそばを歩いてますけどね、ここら辺まで来るともう完全に伏流水になってるようで音が聞こえませんね。標高1200メートル超えててね、風もね、まあなんとか吹いてて、しかもカラッとしたいい風なんで、ずっと座ってると体力回復していい感じなんですけどね、ハエがたかってくんですよ。座ってても先行かないとはかどらないんでね、まあそこそこにして行きましょう。しかしみんなね、このクマスチリンチリンつけてますね。まあ流行りみたいなもんですね。いや、効果があるって人とね、効果がないって2タイプね、説があるんですよね。っていうかね、人によっちゃね、危ないって人、特にこのクマを寄せつけるって、そういう説も人によっちゃあるんですよね。っていうのもね、一回ね、人を襲ったことのあるクマだと、人間のね、肉の味を覚えて、クマ鈴がチリンチリになってる、人間がいる肉だ、餌だってんで、逆にね、クマ鈴の音めがけて襲ってくるなんて、そんな話がありますからね。うわ、行き止まりかと思ったら、単にね、倒れたまんまほっといてあるだけですね。これまたいでいかなきゃいけませんよ。で、ほんと注意しなきゃいけないのは、ここでね、うっかりしてこっちに滑落しちゃうってやつですね。よいしょ。いや、道がなんかまた優しい感じになってきましたね。いい感じの山道ですよ。このまま道が優しくなるかなと思ったら、甘くはないですね。なんかまたこう行くのか。でも本当になんか頂上っぽいのは近いの見えてるんですけどね、なんだかんだでこう
ジグザグジグザグと遠回りされて、それなんかつかねえな。もうジグザグジグザグね、一気に勾配を稼いで登っちゃうかなと思ったら、またこの山肌を巻く感じで行ってますよ。まあこれはこれで優しいんでいいですけどね。しかし山は本当虫が出るような、ここをね、なんかさっきまでまとわりついてたハエがいなくなってよかったんですけどね、なんか足が痒いんですよね。あ、またやっぱ、まあ、虫出てきた、ダメだな本当に。もうさっきね、膝のとこ、これ かそうだ、ヤブカ一匹いたかな、蚊に刺されて、ね、痒いんですよね、なんかね。これがね、海と山の違いでね、山はほんと虫が出るからな。あ、そうか、虫除けスプレー持ってくりゃよかったな。あれ、そういや、ま、なにこっち側行っちゃうの。いや、これね、こっち登るかと思ったらこっち側ですか。いや、こりゃ先が読めないな。なんか前方の方、ん、なんか人がいるような、なんか合流地点な感じがしますけどね。それとも頂上か。いや、頂上ではないな、まあ、休憩所っぽいな。